皆さんどうも、おはようございます。原田貫蔵です。よろしくお願いします。今回もですね、えー、商品紹介の方をやっていきましょう。今回ですね、えー、またまた、えー、いつもお世話になっております。えー、アイクレバーさんよりね、えー、商品をご提供いただきました、えー。今回ご紹介するのはですね、こちらになります。アイクレバーさんの、えー、ワイヤレスチャージャーになります。C ですね、いわゆる。はい。 えー、アイクレーバーさんに、ねえー、ご提供いただきました。えー、まずはね、えー、仕様を見ていきましょう。インプットは 5V2A か 9V1.67A に対応と、えー。出力としては 5V1A、標準的ですね。今の注意はね、としては標準的です。えー、しかも 9V1.1A にも対応しているということになります。この外観はね、こんな感じ。ちょっとね、ダンボールチックな感じですね。はいま こんなもんかで、まあ、いろいろね、あると、えー、保護機能もね、えー、搭載されているということになっています。それでは、えー、開けていきましょう。ちょっと待ってね。えー、ちょっとカッターで、えっ、ー、と、風切りだけ切るから。はい。じゃあ、開けますよ。せー,せーの。あああせーの。おいいですね。あ、やっぱ段ボールですよね。質感が段ボールだった。 だったたでダンボールでしたねさあ、行きますよ。せーの、どっきたー箱の中身は、これだけ、こんな感じ。はい、中には、ワレントリーカード、保証書と、はい、18ヶ月の保証書と、あとは、これは、あれですね。えー、っと、説明書です。はい、早速ね、本体見ていきましょう。 さあ開けますよせーのっとおっすごいなんかね、いい感じ。ここがね、なんかすっげーカー張りみたいな,なんかゴム、ゴムですけど、すごいね、あのー、ラバーコーティングがされてます。いいですね。ちょっと電源、え挿、ー、してみましょう。はい、裏面はね、こんな感じ。太さはこんな感じ。えー、っとね、何と比べてみようか。あーじゃあ、 iPhone とね、iPhone SE とちょっと比べてみましょう。iPhone SE ちょっとカバつきですけど、iPhone SE のカバー付きと比べてこんな感じ。だいたいね、こんな感じ。まあまあまあ、SE よりちょっと太いかっていうぐらいですね。はい、大きさ的にはえ、こんな感じ。はい、iPhone SE を、そっちのおそばね。はい。といった感じになります。早速ね、電源投入してみましょう。よいしょと。 はい。電源を投入すると、緑、えー、色に光りました。えー、ここでですね、えー、チーター用の、えー、スマホをね、少し載せてみたいなと思っています。えー、チーター用のスマホね、えー、こちらの、えー、トルク G01。今、カバー付きですけども、えー、いけるか試してみましょう。はい。いったわ。いったわ。こういうことだよね。ほらほらほら。あれか。あんまりこう揺さぶっちゃいけないんだな。 はい。いけていますね。今、ここが赤く光っているのは充電できている証拠です。えっと、ちょっとね、もうちょっと見やすいように。はい。えっとね、緑色に光ってますね。はい。いい感じです。いや、あのね、ラバーコーティングなんで、非常にね、なんて言うんでしょう。こう、スマホが滑らないですね。あの、僕のね、今使っているものは、こことここにしかラバーコーティングがないんで、 非常ににね、これは全体にあるっていうのは安心感がありますね。いいですね。まあ地ってね、なかなかこう、何て言うんだろう、何を選んでしまえ、え、何を選べばいいのかっていうのがよくわからないというときがあると思いますけども、えー、このアイクレバーさんのこの製品、結構ね、品質もいいですし、買っていいんじゃないかなと思います。なかなかこう、人の、何て言うのかな、こう使う人、 のことを考えてくださってる製品なんだなというふうにえ実は感じている次第でもあります。はいということでですね、今回はアイクレバーさんよりご提供いただきました、えー、ワイヤレスチャージャーのご紹介でした。下の概要欄にですね、リンク貼っておくのでぜひぜひあのチェックしてみてください。ということでまた次回のね動画でお会いしましょう。はるなでした。バイバイ。